世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は中国の戦車の実力が日本の戦車に及ばず、中国軍が参加した戦車の大会で明らかになった偽りと真実をご紹介いたします。ぜひ最後までお楽しみください。中国産の武器のうちあまり評判が良くないのがタンクです。タンクとは戦車のことで、第一次大戦で初めて製作された時、秘密保持のためタンク、水槽と呼んだところから来ているようです。中国のタンクは火力と防御力がかなり遅れていると評価されています。先日モスクワでタンクバイアスロンが開かれました。タンクバイアスロンとは、複数の国のタンクが参加し、障害物を通過して目標物に砲撃をする実力を競う大会です。中国からは自国の最新型戦車 96B 式が登場しました。しかしこのタンクは障害物区間を走行中に駆動輪が外れてしまいました。大会を参観したロシア軍事専門家は、砲塔には何もないと指摘しました。大会で勝つために外部燃料タンクや装甲などを取り除いて重さを減らしたということでした。中国は2015年時点の軍事費は2148億ドル、約22兆円で、アジア全体のほぼ半分を占めたとスウェーデンのストックホルム国際平和研究所が明らかにしました。また米国をはじめとする西側国家の技術をハッキングして盗み出した疑いを受けています。それでもまだ中国の武器は西側国家に追いついていません。その理由について、アメリカサンディエゴ大学の教授は、中国防衛産業の独占的構造、官僚主義、旧時代的な管理手段、不透明な価格決定システム、腐敗などを指摘しました。もちろん中国は強大国への浮上に取り組み、こうした問題点を改善するでしょう。しかし現在の中国は、少なくとも軍事力では実物よりも大きく見える鏡の前に立ちはだかる姿です。過小評価に劣らず、過大評価も危険です。高高度ミサイル防衛体系配備問題で韓中関係に緊張感が高まっている現在、中国を正確に見る目が求められます。カナダで出版される中国語軍事情報誌では、日本の一丸式戦車は 96A 式戦車に干渉とする記事を掲載しました。多くの中国ネットメディアが同記事に注目して紹介すると、多くの中国人が比較の対象がおかしいなどとして不満のコメントを投稿しました。中国はロシアで開催された戦車競技会の戦車バイアスロンに参加、出場したのはこの 96A 式戦車隊で、射撃では全弾命中と卓越した腕前を示しましたが、エンジンの加熱が原因とみられる車両故障が発生したなどで優勝はできず、理想とは言えない結果に終わりました。同情報誌では、戦車バイアスロン、さらに日本の陸上自衛隊の富士総合火力演習の状況を踏まえ、中国の 96A 式戦車と日本の一丸式戦車を比較しました。エンジンについては、中国は1000馬力のディーゼルエンジンを開発しましたが、重すぎて 96A 式には使えなかったと説明しました。日本では1世代前の90式に1500馬力エンジンを用い、軽量化した一丸式では1200馬力エンジンを使用と紹介。中国の 96A 式は21世紀の作戦要求に適合しない、日本の一丸式は機動性について世界トップに称されていると紹介。一丸式戦車については、砲塔の回転も異常な速さだと論評。操縦についても、一丸式は 96A 式に比べてずっと容易と評価しました。火力についても、日本は90式から砲塔の自動追尾が可能になったと紹介。日本の戦車は90式ですでに走行時に車体が揺れたり方向転換しても、各種センサーとの連動により砲が常に目標に向け続けることができることの実戦時における価値を評価しました。中国側については、戦車バイアスロンに出場した際に 96A 式が優秀な射撃を見せたことも、
パフォーマンス時における単独戦車の射撃であり、実戦に役立つどのような能力を持っているかを示したものではないと否定的な見方を示しました。この軍事情報誌では日本の一丸式戦車の防御能力にも注目、対戦車兵器にも十分に対応する工夫があると指摘し、中国の96英式ではそのような考慮は見られないと説明しました。96式戦車は中国における最後の第二世代戦車と呼ばれ、これまでに約1500台が生産されたとされます。中国は2000年以降、第3世代の98式、第 3.5 世代と呼ばれる99式と新たな戦車を投入しました。軍事情報誌は最後に96英式について、同じ年代に設計された T72 と比べても全ての面で対抗はできず、成功した戦車とは言えないと論評しました。同記事に対し多くの中国人読者が反発するコメントを寄せました。主に、一丸式は日本が2012年に収益させたばかりの戦車だろう、 96A は1990年代の開発だなど、比べる対象が違うとの批判であり、中国の99式なら一丸式よりも強いとの意見が寄せられました。ただし、日本の戦車が強いのは確かだ、我々は認識が不足しているよ。日本は自動車大国で電子大国だからね、一丸式戦車が最強と認めねばならないな。これは国籍には関係なしだ、このような評価は客観的だと思うよ、などの書き込みもありました。それでは解説をいたします。カナダの軍事情報誌では触れていませんが、一丸式戦車の極めて大きな特徴として、データリンクを当初から踏まえて開発された点があるとされます。航空機などとも連携し、敵情報を複数の戦車が常に共有することで、一両単位で戦うのではなく、密接なチームプレーによる戦闘が可能になりました。中国でも兵器運用におけるデータリンクの研究を熱心に続けていますが、今のところはアメリカや日本とはかなり差があると考えられています。アメリカのナショナルインタレストでは、日本の一丸式戦車なぜこれほどすごいのかと題する記事を掲載していましたのでご紹介します。日本防衛省の科学研究機関技術研究本部は2002年より第4世代主力戦車の一丸式戦車の研究を開発しました。この戦車は大型の90式戦車を補完し、30年の歴史を持つ74式戦車の後継者となることを目的としました。一丸式戦車は小型戦車で高い戦術、戦略、機動性を持ちます。日本の大半の道路はセダンやトラックの走行に適しており、山間部には重量制限が明記されている橋が多くなっています。また日本は法律で大型車両の道路走行を原則的に禁じています。開発者は一丸式戦車を法的基準を満たし、道路上を走行できる小型戦車にしました。軽量かつコンパクトで、民間用の車両向けに作られたトンネルを通過できなければならないからです。これにより一丸式戦車は空輸と水運にも適しています。走行のほかに、この戦車にはレーザー検知装置が取り付けられています。レーザー誘導ミサイルの照射を浴びると、これが乗員に警報を出します。この装置は発煙弾発射器と連動しており、敵のレーザーを検知すると自動的に煙幕を張り、戦車を守ることができます。一丸式戦車の最も興味深い点はネット接続能力で、戦場でワイヤレスネットワークを構築できます。この指揮制御通信コンピューター情報システムに関する情報はあまり知られていませんが、歩兵を中心とするネットワーク通信システムと接続できるといいます。一丸式戦車は同システムと360度のスコープで得た情報を共有できます。日本の武器輸出緩和は、一丸式戦車が日本の歴史上初めて輸出される戦車になる可能性を意味しています。しかし、性能が近く経験を積み重ねている M1 エイブラムスや D2
レオパルト2などの戦車に勝る点は少なく、海外で大成功を収める可能性は低いようです。海外で成功するか否かはさておき、日本は国産主力戦車の開発に巨額の経費を投じ続けるでしょう。いかがでしたでしょうか。今後も日本では最強の戦車開発が進みそうですね。動画をご覧の皆さんは戦車に乗ってみたいですか。また自衛隊にどのような印象をお持ちでしょうか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。